蕎麦屋さんやったかな、ここ。ここが蕎麦屋さんで来たよね、この辺。ないね。すごいじゃね、これ。すごい。もうすぐ民家かね、これ。うん、蕎麦屋さんないぞ。郵便局。すごい、郵便局やで。もう郵便局かよ。お姉さん入ってもだけで郵便局ですか。はい、郵便局です。すごいね、郵便局見えへんねんけど。ほんま、すごいね、郵便局って。はい。だって郵便局だけでいろんなもの売ってはるんじゃないですか。あの、もともと作り酒屋だったんですよ。酒屋さんやったんです。ここであの、捨てて、その後は郵便局に行ったもんで。そういうことね。はい、そうなんです。ものすごい今不安になってね、郵便局さんって書いてあるけど思って。ほんで、価格1700円で書いてあるし、あれが。ありがとう。はい、ありがとうございます。おー、これすごいね、これ。はい、でしょ。これ売っとんの？いえ、もう今は売ってないと思いますが、以前は売ってたみたいです。おー。可愛いから見といてあげてください。これいいね。これ、あの、飛鳥郵便局って言うんですか？飛鳥北、飛鳥北簡易郵便局です。簡易がつくんです。簡易がつくんですか？はい。飛鳥？あ、これね、はいはい、あそこ来た郵便局だとびっくりしましたけどね、いろんな郵便局見たけど、これは初めてやわ。はあ、あそこの酒売ってはんの。はい。うん、で、町長があったらな、はい、各お店とか行った場所で聞いてくれと、アップするかどうか、どこはね。あの周りはとにかく気温は取ってもらっても構わないけど、はい、中入ったやつを聞いてくれ言うて、はい、町長さん、町長さんじゃなくて誰やね、場所と、はい、商標登録なんで、ほなちょっと出していいですか、ちょっと寄ったよ言うて、はい、出しても結構です。はい、はい、出してきますね。はい、お姉さんはこの局長さん。はい、局長です。あ、すごいね。どっかあのあれですか、モデルでもしてた。いいえ、綺麗やけどね。してないです。嘘やろ、してたやろ。してません、もう取っとこうか。いや、取っとこう、それはもうちょっと。ありがとうございます。大丈夫大丈夫、あなたのところに切っとくから、ほんなら出しとくよ。はい、ありがとうございます。どうも。俺、蕎麦屋さん来たんやけど。はい、いや、蕎麦屋さん来たんやけどな。蕎麦屋さんとお前んか、この辺。僕ら仕事でこっち来てるからね、ちょっと詳しくないです。すいません。嫌がらんの、そこやか。嫌がらん。あれ売ってないやね。あ、これ酒のあれやね。酒屋さん、そうです、酒屋さん。どういうことですか、酒屋さん。これぐらいっていうか。おお、小通りいいね、これ。カメラ持ったらよ、これ大丈夫かい。歩き出したら止まらんね、これが。おお、お寺さん。おお、これいいね、これ。ほら、この道はよ、これ。こんな道だったの。はい、行き止まり、こっちが行けんねやろ。
いや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 、これはすごいね、これ。これほら、ここで座れるようになってますよ、ベンチが。もう酒屋さんだ、こっちのね。あら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 、行かれへんな、こうか。酒屋さんの一周くろうと回ったからな。この塀のね、この破れ具合のこれがな、これがもう何とも言えんな、もう最高だね、これね、ネギ入ってこれをね、新しいしまったらもうね、台無しだもんな。これはすごいわ。郵便局やってありますけどね、さあ、新潟神社帰ろうか。ビールトラブルこれ、なかなかいい家かな。これが蕎麦屋さんも違うみたいだね。